カバレフスキー、子供のための小曲、ピアノ小曲集より、いたずらという曲を初見でお届けしてみたいと思います。4分の2拍子で何もついてない。で、左もトーンで書いたので、まあ気をつけます。最後、平音平音なのかな。で、4分の2やけど、タッタッタ、タラタラタ、タッタッタ、タラタラタ、まあ、ゆっくりちょっとね、音数が多いのでゆっくりとっていきます。これリズム変わるよね。こういうことが。一個ずつ。最初に戻る。平穏になった。なんだこれ。ラシドレミ。最後の方なんか変音とトーンが混ざってるし、音が飛ぶんで、ちょっとこれ音取り大事だね。なリズムがね、変則的。すごくタッ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 、頭がね、最初前の小節から始まって、2小節あともまた入っていくって感じなんで、ああこれ結構リズムを維持するのが難しいなと思いました。というわけで、いたずらという曲でした。